さんよろしくお願いします。はい、皆様はじめまして、ピオス藤川あかねと申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんはじめまして、長野のぞみです。よろしくお願いします。はい、この番組はですね、はい、急にこんな感じで始まりましたけれども、はいはい、見た目通り調味料の素晴らしさ、そして調味料擬人化キャラクターをこの世にどんどん広めていくぞという番組でございます。見た目通り、見た目通り、あ、もうここにあるから皆さん分かってるかなって。最初お花かなと思ったんですけど観葉植物のように、ね、観葉調味料ですかこれは。なるほど、そうそう、あ、素晴らしい言葉ですね観葉調味料ですそんなものあるんですね、観葉調味料、観葉調味料で、ここにマヨネーズ、ケチャップ、醤油とありますが、はいはい、私は独断と偏見でこのマヨネーズを担当させていただきます。よろしくお願いします。なんでですか？え、それはまあおいおい話していきますので、はい、一つ皆さんもね、うん、担当が決まってるんですね。そうね、もうなんかもう、ね、T シャツのこの主張と目の前のこの主張といい、はい、私はまあ、あのケチャップらしいです。よろしくお願いしますはい、そして、私も醤油ちゃんを担当するそうです。よろしくお願いします。はい、いや、はい、もうね、この T シャツも個性豊かですけど、せっかくなんで見ていただきましょうよ。そうですね、ケチャップパンク感がすごい。パンクですね、ケチャップ。ちょっと一番なんか激しいよ、はい、ケチャップ。どうしたんですかね、ケチャップ。どうしたどうしたあれで、ね、ケチャップ激しい。それぞれちょっと味をこうさ、連想させるこのフォント感があるような、うん、かなりこれスパイス効いてますね。そうですね、ケチャップすごい激しい感じになっていますね。まあこういった衣装も揃えて、ね、なんか楽しくなりそうですけれども、はいはい、やっていきたいと思うんですがですね、はい、実はこちら、うん、私がマヨネーズ大好きなんです。なりちゃん、おー、なるほど、なりちゃん大好き。だからさっき、え、なんでなんか、うんうん、マヨネーズって決めてるの、はい、そうそうそう、マヨラーだからこそマヨネーズの声がやりたいというふうにずっと思っていまして。なるほど、ずっと声が、そうなん、うんうんうん、ずっとで、やるために自分で作ったキャラクターがあるんですよ。はい、なるほど、はい、で今 LINE スタンプでも発売をしているので、うんうん、こんな感じ、どこら辺出ますかね、ペポンペポンペポン、はい、ペポンって今出てると思います。こんな感じでね、皆さっきちょっと見てもらいましたが、うんうんうん、作っていたのが、マヨネーズ、ケチャップ、醤油というふうになってまして。なるほどなるほど。ただあの私の絵心がですね、はい、そんなにこう高度な感じにならなかった。とりあえず原型というか、そうなんです。私は生みの親までで育ての親を見つけないとこの子たちは羽ばたいていけないと思いまして、今回、はい、このキャラクターを動かしてくださる方々を集めまして。なるほど、はい、そしてプロデューサー P、 いわゆるシェフがですね、はい、いいですねシェフ。そうなんです、はい、シェフもマヨラーだったということで、なんとこの企画動かしていきましょうっていう風に言っていただいて、なんと漫画家の種田裕太先生に描いていただきました。わかりました、はいはい、こんな感じに、あ、素晴らしい、可愛らしい。マヨネーズはまあ元々と結構変わってないんですけども、うん、ふんわりマヨネーズ食べるマヨみたいな感じの語尾がマヨなんですね。そこね、ちょっと難しい、なるほど、難しいんですよ、うんうんうん、食べるマヨ、食べるマヨみたいな、まあ、雰囲気のふわふわしたイメージになっております。なるほ ど、どうですか今これ見て、このままこれ見てイメージでいけますか。わかりました、うんうん、やはりケチャップちゃんはなんかね、うん、ショートヘアですし、ちょっとなんか釣り目気味なので、ちょっと強いのかなっていうイメージがあるので、バッチリなんて喋るんですかね。マヨネーズちょっとしっかりしてよねとかですか、ね、おいいですねいいんですか、はい、ちょっと強すぎですかね。ケチャって言わなかった、はい、やめましたやめましたケチャっていくかなって、ケチャは言わない方がいいと思います。だってしっかりするケチャーっておかしくないですか行くかなってちょっと今そわそわドキドキでしょ、はい、ケチャーはない。ケチャーバージョンも聞けて嬉しい、はい、はい、いや、しょうゆちゃん、しょうゆちゃん、しょうゆちゃん、そうですね、なんかすごくほっこりしたイメージなのかなって思うんですよ。そうですね、髪型も似てますね。髪型ね、そう、うん、そうなんです、そこのために切っていただいたのかと思うような違いました。たま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 、はい、だから運命、運命ですね、運命です、これは、はい、すごい、だからはじめまして、お醤油です。
とかなのかな。可愛 いじゃないですか。でもなんか語尾はデスマス調なのかなって。お醤油ちゃんいいんじゃないですか。ね、そうですね。ってつけてお醤油だそい。そい。可愛 いお醤油だそい。みんな無茶ぶりはやめるそい。なんかすごい和なのに、和なのに急に語尾やめた方がいいじゃないですか。マヨマヨも言いづらいからやめます。言いづらいんですか。ということでこれから3人で頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちなみにですね、はい、この番組映像は楽天 TV さんで、はい、さらに、うん、音声が響きラジオステーションさんでお送りしていただいております。すごいですよね。2つで、はい、でそれぞれの楽しみ方があるみたいなので両方ぜひチェックしてください。で、まあそのマヨネーズの声をやりたいと、うん、まあ、高校生ぐらいからずっと思っていたんです。なるほど。中学でマヨネーズに目覚め、高校で声をやりたいと、声をやりたい、声優になりたいというのと、うんうん、なるほど、私マヨネーズの声やりたいって思ったんですよ、うん、でもマヨネーズの声ってあの、まあ、有名なうんピーさん、はいはいはい、なるほど、ピーさんぐらいしかそのなんかマヨネーズの声っていう感じのキャラクターいないじゃないですか。でもさ、うんピーさんも喋れないよね。だからうんピーさんの声ができるようになったら私すごいなって思ってたんですけど、それちょっと遠すぎた。はい、なるほど。遠すぎる夢だって気づいて、自分で作ればいいんだって思ったのがさっきのキャラクターたちなわけですね。はい、できないなら生み出してしまえと。生み出してしまえ。一刻も早くマヨネーズの声やりたい。そうなんです、うん、素晴らしいですね。であの5年前6年前とかに生み出して、うんうん、であの年賀状に書いてたんですよ、はい、私が作ったキャラクターです、誰か動かしてくださいって書いてたんです。どんなんですか。そうなんです。地道なプレゼンを続けてきたわけですね、はい、ただそれでなった人は誰もおらず、うん、私マヨネーズ好きなんですよねっていう話になった時に、うんうん、まあ、P、いわゆるシェフが、うん、お好きですよ自分もって言ったのがきっかけで、でも2年ぐらいかけてここまで来ました。なるほど。そんな中に入れていただいて、ね、お越しいただいて嬉しいですね。本当ですか。嬉しいですよ。大丈夫ですよ。嬉しいですよ。顔がもういろいろ戸惑うことはありますけれども大丈夫です。はい、ケチャップとして頑張って締めていきます。ケチャップへの愛を深めてください。頑張ります。斜め下見てるから、はい、でもケチャップ好きですよ。お、あのいろんな料理に一応使いますよ。お子様大好きですよねケチャップ。そうですね、うん、なんかポテト見つけたり、うん、あとやっぱりね、あのメイド喫茶さんではお絵かきにも使われますし。あ、そうだね、そうだね、うん、お、いいこと言いましたね。はい、今、はい、お絵かきに使えますよね。はい、うん、そうですね。そうですけど、待って、これはまあ、きっと使える。きっと使える。きっと来る。なるほど、はい、きっと来る。というわけで、はい、可能性を見出すための企画でも、企画、そういうのをね、見出すためのこういう調味料パーティーでもありますもんね。無限の可能性を。なんか、調味料、きっとみんな好き。はい。だけど、さらに愛を深めてほしい。なるほど。ので、触れ合っていきましょう。触れ合う？はい。というわけで、次のコーナーに行きたいと思います。調味料パーティー。